増田慎太郎は、京都府京都市伏見区出身の元プロ野球選手、野球解説者、宇藤左だ。現役引退後の2020年6月23日から、宮城県仙台第一高等学校の公式野球部でコーチを務めている。小学3年時から、サクセススポーツ少年団で野球を始め、6年時には、打順4番。中学時代は、 京都田辺ボーイズに所属し、遊撃手として3年春に、門脇拓真らと共に、全国制覇、また全日本に選ばれ、首相を務める。智弁学園高校に進学。ポジションは、中堅守。2年夏の県予選で3試合連続本塁打を、記録し全国屈指の強打者として、名を挙げる。3年夏は、首相として、チームを率いたが、県大会1回戦で、 天理高校と当たり敗退。高校通算打率は4割以上。本類が28本。チーム最高成績は2年夏の県大会ベスト4。2学年先輩には、梶前隆一がいる。2005年の NPB 高校生ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから4巡目で指名。契約金3000万円、年俸600万円という条件で入団した。 入団当初の背番号は68。2006年から2009年は外野手登録ではあるが、中学以来の内野手に再挑戦し、2007年正式に内野手として登録された。2軍で打率。305、8本塁打の高成績を残し、サードを中心に内野の全ポジションで起用された。10月2日に1軍へ初昇格。 翌日の北海道日本ハームファイターズ戦で2番2類種としてプロ初出場を果たし4打数に安打、プロ初安打、初打点を挙げる活躍で初めてお立ち台に上がりヒーローインタビューを受けたまた2軍での活躍が評価され2007年度のイースタンリーグ優秀選手賞を受賞した2007年8月4日に郡山市で開催されたうねめ祭りに チームメイトらと参加。予定にはなかったが、パレードを先導するメインの大太鼓を、打内鳴らしスポットライトを浴びた。2008年には、初の開幕メンバー入りを果たすも、出場機会に恵まれずに軍を落ちし、その後精査は両や横川志学と共に一軍に昇格し、その日の試合で、二番、三塁手で出場するも、バントの失敗などもあり、再び二軍を落ちした。 二軍では打率252球団トップの9本塁打を打ち、セカンドサードショートをそれぞれ20試合以上守った。ハワイウィンターリーグでは日本人トップの打率291を出すなど活躍した。2009年も二軍ではチームトップタイの11本塁打を放ち、内野の全ポジションを守るなどユーティリティぶりを発揮したが、打率が 225と低迷してしまい、1軍では2年連続の安打なしに終わった。2010年9月21日の千葉ロッテマリーンズ戦では、全4打席で出塁し、マーティブラウン監督から高評価を得た。ファースト、セカンド、サード、ショートレフトの5ポジションでのスタメン出場を果たし、自己最多の出場機会を得た。シーズン終了後には、台湾で開催された第17回アイブフ。 インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。2011年のシーズン終了後、背番号が32に変更となった。2012年5月23日の中日ドラゴンズ戦でプロ初本塁打を、7月10日のオリックスバファローズ戦ではプロ初のサヨナラ本塁打を放つ。7月13日の日本ハム戦でプロ初の4番として起用される。しかし、 9月5日の日本ハム戦で、気類の際に左膝を痛め途中交代、左膝後十字靱帯の部分損傷と診断され、残りのシーズンを棒に振った。打席数は少なかったものの、打率、295、5本類打、オプス、783と結果を残した。星野千一監督に、打撃力を買われ、守備のまずさを我慢して起用され結果を残したことから、 星のチルドレンとも呼ばれた。かつて、コーチとして、彼を指導した、大久保博士元によると、この年のある試合の守備ではライト前ヒットであるにも、かかわらず、センターに向かって走った失態を犯したという。2013年は開幕戦に、3番、左翼手として出場するも、4月中旬に2軍落ちとなった。2軍では5月2日の試合で支球を受け、右手の甲を骨折。 最小格は7月までずれ込んだ。最小格以降は6番左翼手として定着し、特に7月と8月は連続で月間打率3割を超えるなど大活躍。通年では8本類四47打点、得点圏打率、364と楽天初のリーグ優勝、日本一に貢献した。2014年1月22日に登録ポジションを 内野手から外野手へ戻すことが球団から発表された。開幕から左翼手として起用されたが、4月終了時点で打率193と打撃不振に陥る。8月こそ10試合の出場ながらやや上向いたが、前年より成績を悪化させてシーズンを終える。2015年は5月に一時期ながら打率が3割に達するなど、好調さを見せたが、 同月31日の読売ジャイアンツ戦でファウルを打った際に右手を骨折しましょう。8月に復帰後は25打席で3安打しか打てず、再び抹消された。2016年は開幕から主に代打として出場。5月28日時点で打率353と好調であったため、翌29日の日本ハム戦では5番指名打者として、 先発出場し、交流戦では4番出場の機会があった。6月25日のソフトバンク戦で、東浜巨から代打逆転2点本塁打を放った以降は不審となり、8月6日に抹消。以後出場はなかった。2017年は6月になってから登録されて、以降、抹消を繰り返した。前年より出場試合数は減ったが、一類一種の スターティングメンバーとして起用されることがあったため、打席数は増加した。しかし打率、169、1本塁打という結果に終わる。クライマックスシリーズファーストステージでは、指名打者として起用され、第3戦で本塁打を放った。2018年は33試合の出場に止まり、10月29日に、球団から来期の契約を結ばないことを通告された。 11月13日にタマホームスタジアム地区後で行われた12球団合同トライアウトに参加し、シート打撃で2安打と結果を残した。独立リーグや社会人ではプレイせず、プロからの誘いがなければ現役を引退すると覚悟を決め、ロッテが獲得を検討していることも報じられたが、結局獲得は見送られ、11月26日、球団より増田の現役引退が発表された。 今まで野球以外の仕事に就いたことも、そのような仕事を知ることもなかった。アルバイトを経験することも大事かなって思うという理由で2019年に仙台市内のゴルフショップへアルバイトスタッフとして勤務。楽天の OB として BS1 にプロ野球中継の楽天戦中継に副音声のゲストとして招かれることもあった。 飲食店のアルバイトスタッフを経て2020年からは同市内で実業家として活動。知人とナムレンタカーサービスの営業、マイナス4世世紀の販売代理業、飲食店のデリバリーサービス業に携わっている。同年8月からは東北放送が制作する楽天戦中継に野球解説者として本数契約扱いで出演。その一方で、 仙台ポニーリーグで中学生の選手を指導。2020年2月7日付で日本学生野球協会から学生野球資格回復の適正を認定されたことによって同協会に加盟する大学、高校の野球部で指導できるようになったため、同年6月23日付で地元の進学校、宮城県仙台第一高等学校公式野球部のコーチに就任した。 2020年8月下旬には YouTube チャンネルマスダ慎太郎の何でやねん東北を解説。楽天の打撃コーチを大久保博士元が務めていた時期には内閣級を裁く技術を大久保から賞賛されている。2012年は左投手相手に打率237オプス595と苦手にした。中学時代は遊撃手であったが守備に あまり自信が持てず、また打撃に集中するために、高校から中堅守に転校。プロ入団時の登録も内野手となった。しかしプロに入る際にスカウトからは、選手としての幅が広がるからという勧めを受けており、内野手に再挑戦することも視野に入れていた。入団2年目から内野手登録となるが、ジャックル癖が抜けないなど、守備面での課題は多かった。ちなみに、楽天が、 日本シリーズを初めて制した2013年には、主に左翼手として公式戦へ出場。2014年には、登録ポジションを7年ぶりに、外野手へ戻した。楽天での同期で、現役時代のチームメイトで、背番号が連番だった銀次と親交が深く、一緒にカラオケなどに行くこともある。銀次によれば、マスダは、ケツメの大ファンなので、カラオケのレパートリーもそれが多いという。 2012年の春季キャンプでは、安倍春人と合わせて3人で、ドロンコ3兄弟と呼ばれた。男気あふれる豪快な性格で、楽天の選手時代には、後輩からは兄貴分として慕われていた。2018年に、楽天から戦力外通告を受けた後も、秋季キャンプで挨拶するなど、礼節をもんじた。現役からの引退後に、仙台第一高校公式野球部のコーチへ、 就任したのは、同部 OB 会からの要請による。就任に際しては、ドロンコ3兄弟の、名付け親である、星野先一を引き合いに出しながら、グラウンドでは選手に厳しくても、プライベートでは優しく接することができるほど、愛情の深い指導者になりたいとの抱負を述べた。ありがとうございます。